ハピキャン。おぎやはぎのキャンプファッション、愛用しているグッズをはじめ、ありとあらゆるお役立ち情報がまとまっているアウトドア情報サイト、ハピキャンでポチッ。次に、燻製をやろうかなと思って。おお、燻製好きよ、ね、俺キャンプといえば、はいはい、燻製、燻製なので簡単に燻製ができるやつがあって、段ボールで燻製するっていう、そうのが売ってるんですよ。で僕今回も買ってきたので、これでこれ、皆さんでおのおの組み立てて、説明書も中に入ってます。で、食材もあっちにいろいろ用意したので、これで燻製をやっていきたいなと。うわー、これはもうここでビールだ。はい、ここでビール。あ、やっとだ。ぶこす、自然と向き合い己の力でタフに楽しむ純一流武骨キャンプのすすめ。前回燻製用ダンボールキットを組み立て、フック型、網型をそれぞれチョイスした一行、今回は食材選びからスタートです。うわ、テンション。いや、これはテンション上がるよ。ちょっと待って、置けない。うわ、やばい、多すぎて置けない。俺の なんかたくさん置きたい。いや、釣りたいな。釣りたい。純一さんが用意したのがこちら。定番から変わり種まで全16種類。この中から燻製にしてみたいものをおのおの選んでいきます。いや、だってうずらはいくよね。絶対いきますね、これはね。で、カニカマ、カニカマ、ビーフジャーキー。いいね。だってもう燻製してないの、それって。チーズ、それ何置く。あ、鶏肉だ。あ、鶏、ささみ。ささみ、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 ささみ。これは武骨。武骨なの、それ。これ武骨でしょ、この でかさは。本当？これ鮭いくの？鮭もいいですね。鮭、ぶら下げ、奥の方がいいの？鮭は外せないな。俺外すよ、鮭は。え？鮭外せないでしょ。いや、でもさ、ベーコンいくよ、普通。いや、ベーコンさっき食べましたよ。みんなそこに置くか。食べたな。ベーコン食べたな。食べたな。確かにベーコン食ったわ。でも燻製のベーコンは食べてないからね。ベーコンってあれだよ、一日何回食べてもいいんだって。そうなんですか。うん、言ってたよ、なんか偉い人が。本当ベーコンやばそうだけど。これで自分の中にセッティングしていくわけですね。はいはい。もう置いていい？置いていいの？中に。いいっす。いいよね。うずらだろ。うずら。真ん中分厚い。絶対釣った方が面白いと思う。釣り？それ。ここでいいね。なんか難しいよ、そのなんか楽しいですね。楽しい。これは楽しいな。でかくないこれ。胸肉。胸肉置いとけばいいのかな。これいいのかな。おー、いいやん。あ、これいいやん。やっぱ絵面いいよ、ぶら下げんの。やっぱぶら下げる方がぽいな。ぽいですね。なんかいいですよね。あー、ぽいけど。でも関係ねえよ。それぞれ思い思いの食材をチョイスしたら、スモークウッドを使って燻製にしていきます。ちょっとじゃあ何を、どんな感じかだけ、これをさ、何そんな、もう火つけるんだ。武骨に置くだけ。はい、武骨に燃やして武骨に置くだけです。なるほど、すげえ、高野豆腐みたい。本当そうですね。本当に高野豆腐。すげえ焦げちゃって。本当に高野豆腐。骨に焦がすんだね。結構しっかり燃やした方が。燃えてる燃えてる。おお、これ燃えてんだ。はい。おお。入れるときに倒れちゃいそう。で、ここでそーっと入れると。あ、そういうことか。指につかないでよ、倒れたやつ。でも黙々だよ、中。で、蓋閉めるの。じゃあこれで蓋を閉めて待つだけです。うわー、楽しい。やろうよ。60分いいよ、やって。な、60分。長い。びっくりした。本当、はい、60分。60分。60分食べれないの。60分待つだけです。はい。うそ、長いな今日って。なんか純一の手間かかんないな。すぐできるのかと思ったら、もうすぐビール飲むぐらいの勢いだったよ。飲んかな、さっき飲みしたら。おお、こんなもんだ。
よし。あ、いいっすね、なんか八木さんの。いいね。純一さんに文句を言いながらも、皆さん初体験尽くしで、なんだか楽しそう。楽しみだな。面白いな、なんかやっぱ今日の中で一番楽しいかも。楽しみだね。こいつ燻製を自分でやるっていうのはあんまないからな。よし、60分。これで60分。でちょっとせっかくなんで、うん、この間に、うん、なんかこう夜を迎えにあたって、うん、まあ、いつもランタン使ってると思うんですけど、うん、自分でランタン立てを作って、うん、それをちょっと地面に刺すっていうのはどうですか。地面に刺すランタン立て、ランタン立て、ロマンチックだね。かけね、ランタンをかける、あの地面にぶら下げるでしょ、うん、刺す。じゃあそれ木、木で、お、はい、木を削って組み合わせてランタンを立てるやつを作ろうかなと思ってます。ランタンじゃなくてランタンをかけるやつを作るんですか。そう、ランタンを作るってなると工場が必要だからやっぱり、はい、じゃあやります。はい、あのなんかよくあるランタン立てはもともと枝になっててみたいなんですけど、うんうん、こう組み合わせて作るとちょっと面白いな、うんうんうん、こうやってどれぐらいかな、まあまあ好きな長さに、まあ土台を切ってもらってます。切ってもらって、でここにこう向きとこう向きでバッテンで入れるんですよ、うん、で中の部分をナイフで削り出すんですよね。ああ、そこに細い枝の先端を三角形にしたのを差し込む。難しそう。はい、だからこれがここの、まあ、完全にこの先端を三角形に削って、ここにこうはまるんですよ。三角形の中に入れるの、カチャッと。ちょっとやってみますね、はい、やってみて。そこにまずは木材にバッテン状の切れ込みを入れるんだそうです。ああ、入れるの、はい、いけるいける。そういう風、なるほど、うん、はい、でここくり抜くんですよね。今ナイフでくり抜くの、それ。うわ、難しそう。怖そう。くり抜くの大変じゃない、それ。くり抜けないと思う、まず。これちょっと気が硬いな。気が硬いの。でもちょっと気が硬いねんな。そんな問題か、これ。そんなに気硬いの、これ。大体こんなもんだろ、木って。そうだよ。特に硬いやつ集めてきちゃったの。そう、うん、いつものハピキャンはもっとこうスムーズなんですか。スムーズ、あれ全部がもう楽しいの。プロが来るから。あ、そうなんですか。楽しくなる。ヒロシとか。プロです、プロです。あと西村さんとか。アスワとかもそうだった。西村もそうだけど、アスワ、うん、また楽しい時もぜひ呼んでください。楽しいですね。楽しいですけど、楽しい時一回本当味わってほしい。本当のハピキャンを教えてあげたい。本当のやつ、本当のハピキャン僕も教えてほしいです。やめて、ここで成長しようとするんです。常に成長しますからね。ほんとこの番組全員素人なんだからな、俺たち。一人ちゃんとしてないと終わりだぞ。ちょっと良くなってきてるでしょ、これ。ああ、ああ、ああ。ノーギリでやるんだろ。ああ。だから、こう入れて、こう入れて、で、こうちょっとずつ減らしていくっていうか。確かにそれやったらハマるわ。古墳。古墳みたいな。なんとかイメージも湧き、皆さん、作業開始です。燻製のことをすっかり忘れ、没頭すること1時間。だんだんできてきたんじゃない？でも。ようやくゴールが見えてきたようです。できた。ぴったり。ぴったりのできた。うわ、でもすごい。ぴったり。おー。気持ちいいね。気持ちいいわ、これ。加えてるわ。加えてるね。立て付けいいね。それね。本当になんか加えてる感じっぽい。どうですか、皆さん。できたけどね。あ、すごい。そうだね。本当は口に加えてる感じだ。加えてるよね。口に加えてるわ。あ、加えてますね。これでいいんだろ。すごい。これで、まあ、引っかかってるよね、ちゃんとね。
くわえてる感じで可愛いじゃん。くわえてるね。そして小木さんも上手にできたようです。もう超固定よ。でもこれ刺す方こっちじゃないですか。尖り方で言うと刺す方こっちっすよ。引くそっか、刺すのをね、はい、まあでもここ削れば。残すは初心者高田さん。あー、ぴったりはまんない。どうやら最後のはめ込みがうまくいかないようで。そんなやり方ある？あ、そうなるわそら。ああ、やっぱそうなっちゃうんだな。無理やりできないんだな。落ちちゃうな。立つけど。それギュッとこうやってやったらダメなの？もう、こう重さに耐えられないってこと？多分耐えられないです。あ、耐えられそういける。耐えられるよ、本当に。危ない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 。結構重いからね、ランタン。いけるか。あ、いけそうじゃないですか。いけるかすごいすごい、できた。すごい、できたね。できたじゃん。嬉しい。なかなか女性でこんなん無理よ。初キャンプで作らされる人いないよ。いないこれ。こんなないって絶対。うん、でもなんか本当に森の中にあるものでできるじゃないですか。できる。だからなんかすごいよね。ね、楽しいですね。いいよね。少しずつ武骨キャンプの楽しさに気づき始めてきた一同。これ刺さんの大変よ。ランタンスタンドをテント前に設置したら。完成はもう目前。もうなんとかこれで埋めちゃえば。あー、いけた。あー、本当だ。まあまあ、うん、まあいいでしょう。めっちゃ緊張するんですけど、これボキッとか言って削れそう。ここだったら刺せますね。あ、そこでいいんじゃない？もう、もうこれでいいですね。うん、これでいい。できたー。できた。よっしゃ。できた。あ、できた。あ、よかったよかった。さあ、おじさんにランタンがかかるかどうか、あとはここかかればオッケー。ここでかかりますよ。はい。おー、はい、できた。できたできた。よかった、できた、あった。すごいな、ランタンかけるだけでこんなにかかるんだぜ。ここね、ただなんか趣があるというか。まあ、わかるよ。いや、だってこっから、ね、こっから知らん人パッて来たら、なかなかのキャンパーですよ、まあ、これね。確かに、なんかおしゃれ。こっからすごいよ。確かに、確かに。なんかありものでね、はい、そう。今日、毎回違う感じがいいよね。はい。あ、でもこれ改めて見るとめっちゃ素敵ですね。めちゃくちゃ素敵よ。超いい。確かに、夜なんて見たら本当感動すんじゃないの。いや、しますね、これ。わーっ、そこで。そうですよね。頑張った。やってよかったんだな。やってよかったんですよ。いや、結局受かったんだ。やれ下手だとか言われながら。よし、そして、今から食べれるの？さあ、ご飯しましょう。じゃあ、ね、疲れましたね。疲れました。疲れましたよ、今日。一番疲れてんじゃん、自分で。やっといて。いや、だって僕も、いろいろ、教えるのもありますし。あ、本当そんな手伝ってた？やってなかったよ。なんか最初の方は手伝ってくれてたんですけど、だんだん無視されるようになってきて。そうだよね、あんまやってないよ。いや、そっち側が言ったらあかん意見やろ。いやいやいや、これ絶対帰ったら別れるカップルだよね。ちょっと乾杯しましょうよ。乾杯しようか。もういい加減ビールの。そうだね、ビールの時間です。よし、これでもう燻製にはもう最高だから。いや、絶対最高。はい、乾杯。はい、乾杯。お疲れ様。お疲れ様です。朝から休みなく動いた皆さん、達成感で美味しさも倍増ですね。楽しみだな、開けんの。これやっぱ上から開けんだよね。誰から行きます？開けんの。また誰からとか言うからなんかやんなきゃいけなくなる。パッと開けないいよ、もう早いもん順で。開けてくださいよ。何で決めます？じゃあおじさんから。いや、端からだろ。いいよ、じゃあ八木さんから。スタンド作りに時間を要し、予定のいぶし時間を30分オーバー。さて、
気になる出来上がりは？あ、すごいまだ、ね、あったかい。お、いや楽しみ。あ、完全にスモークされてる。どれ？すげえ。ちょっと角度を倒して。角度ね。これ見て。ああ、めっちゃ茶色くなってる。本物じゃん。あの丸いのなんすか？すげえ六ピーチーズ。うずら？うずら。六ピーチーズ少なくない？あの六ピーチーズがただのペラペラの皮一枚になっちゃった。なんだよ。あれやりすぎなんだよあれ。あれちょっとだな時間。六ピーチーズこんなになっちゃうの？知らなかった六ピーチーズ。かわいそう六ピーチーズ。うわ見た目六ピーチーズかそれ。今日持ち上げてみんね。はい、あ違う下の方にくっついてる。ちょっと待って。あでもひっついたなひっついたで美味しそう。これさ。ちょっと失敗失敗したくないな六ピーチーズは失敗でもまあ最初失敗するのはいいことだからなそうそれで覚えていくからなあいいあ熱いんだそれ想像以上熱いこの六ピーチーズ見てほしいのこれ六ピーチーズ5分になっちゃってるからうわ気持ち悪いうわってなってガラス細工みたいになっちゃってるのでこれはみんな勉強になったね。なったなった。ロッピーチーズ置いちゃダメ。そうですね。ぶら下げた方がいいのかもしれない。ぶら下げた方がいい。ぶら下げてんだっけロッピーチーズ。そう。ぶら下げました。あこれは差が分かっていいよ。でちょっとこれこの辺置いとくから。はい。じゃあおじさん。ソーセージなどの王道に加え、カニカマやちくわなど変わり種もいぶしたおぎさん。その出来栄えは？あ、ロッピーチーズ以外は。うわちくわとかなんかあこれあれよカニカニカニかまカニもちっちゃくなっちゃってすげえちっちゃくなっちゃってさ鮭うまそう鮭うまそううわ鮭めちゃくちゃうまそうじゃん鮭絶対うまいタコもうまそうあソーセージそれこれソーセージソーセージもうまそういやなんかあれないけど本当物によってはすごいみそぼらしくなるな素晴らしいねカラカラになっちゃうんだこんな感じよいい続いてお酒に合うものを中心にセレクトしたという高田さんビーフジャーキーを燻製にするあたりさすがですねおちっちゃい全部なんか超ミニチュア何これなんか一番見栄えが良くない分かる何このタコなんかカニカマ、鮭、そんなちょっとな。なんかすごいなんか貧乏な感じがするよな。それがちょっとな。かわいそうなんか。これ外すよ、鮭は。え、鮭外せないでしょう。ジャーキーでチーズが落ちるのを塞いでるんですよ。今回タレよりも食材選びにこだわった純一さん。オッケー。唯一フックに吊るすタイプで燻製にしましたが。出来上がりはどうなのでしょうか全部落ちてたんですよ煙出てるもんあ、でもいい匂いするいい匂いすげえいい匂いいきます、はい、うわおお落ちてないなんかえ何あれあれ落ちてるよなんか全部落ちてたんですよ、ま、煙出てるもんあ、でもいい匂いするいい匂いすげえいい匂いいきます、はいうわちゃんとおお落ちてないなんかえ何あれあれ落ちてるよなんか鮭だロッピーチーズあ鮭じゃない鮭落ちてるじゃんお前鮭落としじゃん鮭落とししたあんなに鮭落とししてんの鮭を一番お前楽しみにしてなかったっけ鮭がうめうめ言ってこれも勉強になった鮭はぶら下げちゃダメなんだ、ね、鮭ダメなんすね柔らかいから六ピーどこ行った六ピーねどこにあるの六ピーは六ピーチーズどうじゃん六ピーねどこのどれで引っ掛けたあこれだジャーキーで引っ掛けたっつってたんだ落ちないようにちっちゃ六ピー落ちないの俺ジャーキーでジャーキーに絡まってんな滑り止めにしたんだよな、はい、ジャーキーをな、うん、チキンとうずらとかが美味しいほら六ピーチーズジャーキーで引っ掛けて落ちないよやっぱなんか美味しくなさそうなんかな物によってはちょっとねうまいんだろうけどいや絶対食ったらうまいよ絶対あでも鮭半分残ってるわ鮭残ってるどれどれが鮭なのこれそうじゃないですか半分うずらの下のやつだけどなすんげーちっちゃいほとんど鮭落ちてるけど鮭じゃないよこれはチーあ違うこれ何あこれタコだあタコタコは落ちないタコ落ちないタコは落ちないよあれはいや鮭うまそうだなうん美味しそう正解チキン正解だからこれを組み見てる人はこれを組み合わせて網と両方でいった方がいいいった方がいいそうだね食おう食いましょう。
ただきます。いただきます。いただきます。タコから行こう。これベーコンから行こう。これ鮭から。鮭すげえ綺麗に取れた。ソーセージはもう間違いないな。あ、めっちゃいい香りになってる。あ、おいしい。あ、うま。超燻製。うめ。うま。結局ベーコンうめえよ。なんか全然見栄え良くないけど、やっぱビールが合うな。あ、めっちゃ最高。鮭食べてみ、鮭。これですか？良さが全部なくなってくる。ちょっと走りですか？鮭の味がしないのもう全部。本当だ、鮭パサパサになってる。ビーフジャーキーを燻製したらどうなんだろう。ビーフジャーキーってでも、あ、でもめっちゃカリカリになってるんですけど、なんかつまみにめっちゃええ感じになってます。本当だ、ジャーキー美味しい。ジャーキー美味しい。美味しいです。さっきか食べた、やった人いる？やって、全然やってないです、ね、もうダメ、粉々なっちゃってな、味がさっきかの差がダメ、外ればっかりやうずらもうまいよ。おいしい。これちくわ入れた人いる？いない。これだけちくわ食べてみて、うん、うわ、なにこれ、ちくわの味が全くない、このな、なにこれ、なんかちょっと苦いな。ちくわはあのまま食った方がいいっすね。分かったね。あ、そう。でも勉強になるな。なんか燻製って何にやっても美味しくなりそうな感じするじゃん。そう。こんな失敗すると思わなかった、マジで。やっぱチーズうまいわ。ロッピー？はい。ロッピーはさ、ここだよ。ここからだよ。それあれですよ、ガラス玉ですよ。ロッピーチーズ。ロッピーチーズうまそう。ロッピーチーズ。ロッピーチーズうまそう。この裏からね。うめっ。あ、燻製のチーズは間違いないわ、うん。チーズやっぱうまいですね。すごいうまいよ。いや、絶対短くした方が良いし。マジ一番うまいよ。だって俺この網にこびりついてて無理やり食おうとしてんだから。うますぎて。やればよかった。もうこれをこっち側からロッピーチーズ。それロッピーチーズですか。そうだ。芸術だよね、もうこれも。グランドキャニオンじゃん。綺麗じゃん。綺麗だ。すげえうまいよ、でも。これこのままいったほうがうまいんだよ。うまいわ、これ。うまいよな。うまい。うまい、うまいんだよ。誰もチーズと思わないですね、これ。うまい。俺、まだ諦められないんだから。めちゃくちゃうまいな、チーズ。よかった。今回はここまで。次回、拾った石を使って武骨ステーキに挑戦。これはいや最高最高もう一発目、一回目のこれ最高これでしょ。しかしここでも純一さんがやらかしちゃったようで。アルミホイルが取れないもん、まず。あ、アルミホイルなんか取れない、全然。なあ純一よ、すいません、あのえもうこの石は一回忘れよ。えふざけんな、もう2時間待ったぞこれ。嘘なあ俺ら焼きたい、ここで。でもほぼ失敗してるぞ。お楽しみに。